こんにちは。今日の動画は私の眉毛の描き方についての動画になります。結構前、本当 YouTube チャンネルを始めたばっかの頃にも眉毛の描き方を一回上げているんだけど、その時とはちょっと違くて、もうちょっと濃い描き方になるかなと思いますので、アップデート版です。ぜひぜひ最後まで見ていってくれると嬉しいです。それではどうぞ。まずミックスのアイブロウシェイパーというワックスのようなものを使って、これを眉毛の全体にのせていきます。で、これの代わりになるのが、ヘアスプレーだとか、あと髪のワックスとかを使っている人もいるみたいです。そしたらこれをこういうブラシを使って眉毛をね、こうやって上に上げていきます。こうすることでどこがもうちょっと足さなきゃいけないっていうのもわかるし、あと眉毛がちょっとぼさついてる感じで今風なので可愛いなと思ってこれをやってます。こんな感じで上にポンポンポンとやったら、キャンメイクのミックスブローのこれは3番を使って、こういうなんか先がとんがったブラシに一番濃い色をまずのせています。これで眉尻を足していくんだけど、こんな感じでこうちょこっとずつちょこっとずつやってます。で、下のラインはこれも眉尻側からちょこっとずつ足してる感じで、一気に引いたりはしてないです。で、余ったのをもうちょっと真ん中の方にライン描いたり、中をちょっと埋めたりして、反対側もね、こっちの方が多分分かりやすいんだけど、ちょこっとずつ足してる感じです。一気にはあんまり描いたりしないかな、この段階では。こんな感じで足していってます。で、このワックスがついてることで発色もちょっと良くなる。で、今度こういう平たいブラシに中間色と明るい色を混ぜて、こんな感じで間を埋めていきます。ベタ塗りというよりはこんな感じで軽いタッチでさっさっさーって埋めていくイメージで私はやっています。こんな感じです。シュッシュッシュッって感じかな。で、眉頭の方はちょこっと開けておきます、この段階で。で、このもともとついているブラシのふわふわの方を使って一番軽い色を取って、これでぼかしていく感じです。で、余った分をそのままノーズシャドウのこの鼻の付け根のところまで伸ばします。こんな感じでちょっと彫りを深く見せる感じかな。で、最後にもう一回ブラシで軽く整えたら、これがいつもの普段バージョンっていうかノーマル？なんかちょっと時間がない時とかこれで終わり。でもメイクに合わせてもうちょっと眉毛を濃くしたい時とか、そういう時はこのラブコントアゾールパレットっていうニックスのパレットを使って、この濃い茶色と黒を使ってね、もうちょっと眉毛を濃くするんだけど、もう一回この細いブラシにとってね、これ今濃い茶色だけをとってます。ちょこっと眉尻のところを濃くしていく。でも一気に濃くするんじゃなくて、ちょこっとちょこっとっていう感じで。このニックスのパレットはね、めちゃくちゃ発色もいいし、粉飛びが全然ないから使いやすいんだけどね、その発色が良すぎてちょっと使いすぎ注意っていうところがある。こんな感じです。ちょっと足していったらね、次私の髪の毛とか眉毛ってさ、黒いじゃん、毛が。だけど茶色いじゃんね、パウダーが。だからなんか眉尻の方ってさ、もう毛ないとこまで描いてるから、ちょこっとなんか不自然に見えちゃうのね。だからそれを直すために黒をちょこっと足して、ここまで毛がありますよみたいなのをこうちょっとフェイクで見せかけるようにしてます。なので黒をちょこっと眉尻の本当に毛がないとことかにだけ足して、こうグラデーションっぽくするのと、こう毛がちゃんとありますみたいなのをちょっと見せかけてる感じのを作ってます。すごい黒を使うのって、濃くなりすぎないとか思っちゃうんだけど、いきなり黒を使うんじゃなくて、茶色とかをもう先に使った上にね、ちょこっと足すぐらいだから、全然不自然に見えないし、最後こう綺麗にシュッて眉尻のとこがこうシュッてなってるから、やりやすいです。順番がね、結構ポイントかも私の中では。いきなり黒はやらない。こんな感じでぼかして、なんで余ったのまたちょっとやって、最後もう一回軽くぼかすんだけど、この時にぼかしすぎないように、形がせっかくね描いたのが崩れちゃうので。はい、というわけでこんな感じで私の眉毛のルーティンです。何分ぐらいだろう、3分ぐらいでできるかな、でもっていう感じです。はい。
はい、こんな感じで私の眉毛の描き方を今日は紹介しました。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と SNS のフォローよかったらお願いします。動画のリクエストもお待ちしております。次の動画もぜひぜひ見てください。それではバーイ。